そして迎えた5月12日最終話クライマックスの撮影。マジスカ学園皆さんおはようございます。おはようございます。今日も早くからよろしくお願いします。よろしくお願いします。ラストシーンのみんなの表現でちょっと力を貸してください。はい、スタッフもみんな頑張りますので、マジスカ学園と AKB を見上げていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。監督の訓示から始まった最終話の撮影。渡部率いるマジ女と渋谷率いるヤバ女がついに相対する。まずはマジ女の撮影。次々とヤバ女のヤンキーが集まってくる。今回も AKB48 のメンバーが数多くヤバ女の助っ人として参加。はい、今度は何をやると諦めて、なんでそうになって初めてついたのこの小物だね。なんもなかった。私もそうだよ、初めて初めてチーズマークがついたんだよ。愛と平和だよ。おはようございます。皆さんよろしくお願いします。お願いします。鈴木翔さん、よろしくお願いします。お兄さん、彩香さん、お願いします。小原さん、美咲さん、はい、お願いします。出せ金になるぜ。いつもならだがするマップ、おとなしく見学してるし、前田がのこのこ出てくるんだって。誰が捕まるの分かってて腹に向かってる、ドラマじゃあるまいし。進化した制服に終わっちゃう。そしてついに両校が激突する。前田、大島、そして旧四天王がこの戦いに参加。お願いします。お願いします。お願いします。お
願いします。もちろんこの人も踊ってきたぜ。最終話です。撮影は前田が魔女に別れを告げ警察に出頭するクライマックスへ。私のタイマーは終わっちゃいねえぞ。こんなさりげない、かっこよすぎて、てっぺんはお前たちだ。そしてここから怒涛のクランクアップへ加速していく。この日は警部補役の高橋みなみが最後の撮影に臨んだ。本当に最後にクランクインして最初にクランクアップするっていうことですよね。これね、もしかして。すいません、ありがとうございました。二十歳になったので、ちょっとなんか大人の役にチャレンジできたのは初めてなので、いい経験させてもらったなと思って、案外しっくりくるんじゃないかなと思っております。この日は激辛役の松井玲奈。えー、
壊れた？壊れてないです。激辛役松井ラルさん、オーラプレス、お疲れ様でした。ありがとうございました。なんかやりたくないやりたくない、まだまだ出てたいんすよ、出てたいんすよ。いやいや、じゃあスケジュール作ってきてください。わかりました。でも手伝いにしてもらっていいスタッフですか。何でもしてます。ありがとうございました。じゃあまたね、またお願いしますよ、はい、また何かあるからね。お願いします。お願いします。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。あー、終わりたくないです。終わりたくなかったです。楽しかった。すごいやっぱ演技をしたいなっていうのが夢なんで、役者さんになるのが夢なんで、こういうお芝居する機会ってあんまり普段の活動だとないので、いい経験だなと思ったり、楽しかったので、本当にお芝居ができるならもうずっと続けてたいです。そして5月26日は前田敦子がオールアップを迎えた。数えてみたい。冗談だよ。風が通り過ぎるたびに花びらがちっちゃくなる。よーい、はい。ヤバクネには近づくな。マジジョとヤバクネが戦争になってもな、自分のことだけを考えるんだ。はい、カット。はい、カット。大丈夫です。はい、はい、はい、オッケーです。はい、じゃあ、はい、はい。ただいまのカットをもちまして、前田敦子さん、オールアップです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっとの前回とは全然違った感じの形の出演だったり、でも私的にこうなんだろう、芝居場っていうところもたくさんあって、他のメンバーと一緒にも結構芝居できたのはすごい楽しかったです。はい、本当に